皆さんこんにちはこんばんはレック専任講師金城淳之介と申します、えー、合格発表を受けてレックからの緊急提言をお伝えしていきたいと思いますどうぞよろしくお願いいたします、えー、今回ですね、えー、大きく二つのお話をしていきたいと一つは合格された方で一つは、えー、残念だったという方向けのお話とまあ二本立ての中身になりますでまずは最初に まあ今日今まさに12月6日金曜日え合格発表がこう出たばっかりなんですけどもねこういう形ではいえまあ約6,000人受験されて1,100人近く弱ですかねえー合格率18.3%ということでまああの一次試験が30%の合格率でしたので。 私個人的にはもうちょっと厳しくなるかなと予測はしてたんですけども蓋を開けてみれば1,000人以上と18%ということでまずまずの結果かなと。とはいえ,え6,000人受けて5,000人近くの方がですね悔しい思いをされているということということでま,ああのまず受かった方のためのお話ということでもう受かった方はですね 口述試験まで、うん、時間もそんなにないので、えー、まさにこう情報収集をしていただきたいと思います。で、口述試験対策ということではレックにおいてはですねあの、12月7日の土曜日、えー、2時から3時の間に、まあ、東京だと新宿エルタワー本校で,で、えー、各地であの同時中継もしてますので受かった方、こちらにアクセスしてみてください。それから と想定質問集も出してます、えー、こちらもですね Web でも、えー、PDF 版が手に入りますのでこちらにアクセスしてみてください。また、えー、東京と大阪と名古屋においては実際に口述のカウンセリング、まあ、シミュレーション、えー、も行いますので是非こちらもですね Web で受付をしてますので Web にアクセスしてみてください。はい、もうポイントは 情報収集です本当にでご存知かもしれませんが本番は口述本番は何も見ることができないので頭の中に4つの事例ですねあの本番皆さんが10月に解いた4つの A 社 B 社 C 社 D 社の状況が入っている前提で質問されます。ですのでもう,もう一度もう半分以上忘れかけてると思いますがあの事例を読み直していただいて。 で、まあどんな質問が来ても答えられるように、だからこそ、まあ想定質問集みたいなものがあると、まあ、はかどると思いますので、えー、ぜひそちらも、えー、あのお買い求めいただければなと思います。受かった方はでも、まあ、10分間ちゃんと喋れれば受かりますので、準備さえしてれば怖くないです。はい。ですのでぜひぜひ風邪だけ引かないように、えー、体調管理気をつけてください。はい。まあ、ここまでが。 え合格された方本当におめでとうございましたというお話なんですがえまあ約5,000人の方がですね悔しい思いをされているということでここからが本題。え本当にまあ今あの現実を突きつけられてですね悔しい思いをしているというかもうそもそももう 悔しいって感情すらもう浮かんでこないという方もいらっしゃるかもしれません。えー、何を隠そう、私もですね、あの二次試験は二回受けてますから、まあ要は一回目落ちましたと、はい。まあ一回目その落ちた時にですね、当時私あの近所沖縄人なのであの沖縄に住んでました。で、二次試験の会場って福岡なんですよ。だから十月に 福岡でね試験受けてで沖縄帰ってきてで12月に合格発表今か今かとでウェブで確認したと受かると思ってましたからね受かるだろうと思って蓋を開けてみたら自分の番号がないというこの現実頭真っ白になって本当に受かる気だったのででショックでどうしたかというとあの実はですねもう口述試験の前の日の前日 飛飛行行機機も取ってたんですととホテルと12月中旬なのでなかなかもしかして飛行機とかホテル取れなかったらまずいからもう本当に10月の段階であの取ってたんですね両方。で普通だったら落ちたとキャンセルするじゃないですかしなかったんですよ。はい、しなくてで行きました。口述試験の日に会場まで 沖縄からですよ沖縄から前の日に飛行機乗ってで今でも忘れない大雨の日だったんですザーって降ってて寒くてね沖縄暖かかったんだけど福岡は冷たい雨でますますこう惨めな気持ちになるわけですよねであの時はね博多の近くだったかな商工会議所かなんかが会場ででホテルからその商工会議所のねところまで行くわけですよ。で 大雨ですよザーって雨が降る中でもう寒いってこんなしてこう傘さしてねで道の反対側があの建物の入り口があって入り口にこうでっかい看板があってね中小企業診断士二次口述試験会場とか書いてあるわけですよ。でそこにこうスーツ姿のね日曜日にもかかわらずスーツ姿の連中がたくさんたくさん入っていくわけですよ。それを雨の中反対側で見ている自分 いやー惨めだね本当にあの時のことを思い出すとね本当悔しくてねでこうなんて言うんだろうもうただでさえ雨降って寒い,寒いのにもう心が冷え切るっていうんですかであのなんで自分がこ,ここの会場に入れないのかっていうねこの厳然たる事実が悔しくて悔しくて。でもうこの悔しさを胸に まあ翌年当然ねそこから10ヶ月必死で勉強してまあ受かるんですけれどもあのまあとはいえ本当に私もその12月は抜け殻のような感じです何にも手が手につかないで福岡から帰ってきてんでああってやっとなんか実感するんですよあ俺落ちたんだなみたいな。ででももう1回チャンスありますよよねだからよっしゃここで 絶対来年見返してやると、決意をしてですね。ただ動き出したの正月、一月、年明けてからです。もう年内は、とりあえずもう。すべて悪い、なんていうんですか、ものを落とそうみたいな。はい、そんな気持ちで、もうとにかく、あの。まあ、遊んだりとかね、して。で、一月一日から。向き合おうと。いうふうに考えました。 なので、あの、まあ、残念だった皆さんね。うんと、まあ、十二月慌てて勉強しなくても、大丈夫です。まあ、とにかく、自分の、こう、気持ちに向き合って。で、まあ。大事なのは、じゃあ、まあ、年明けてね。やるぞっていう時に、まず、何をしたかというと。あの、背因分析。 なぜ自分はは月月私の時は10月の時、ね、目2週目だったんですよだから10月9日だったかな10日だったかな確かそれぐらいの試験でなんで10月10日に合格答案を書けなかったのかと。っていうことをその日をね思い出すんですよね。朝からホテル出て会場に1時間前に着いてで事例1の時に頭が真っ白になったとかねあの問題で普段だったらやらないことをやってしまったとかね。 そういうふうにこう思い出すわけですよ。じゃあそこがまずかった、ここがまずかったと。でここでこうなんか計算をね、あのミスしたとかね、この原価償却費を見落としたとか、例えばですよ。そういうような形で、こうそれぞれ事例1、2、3、4の自分のダメだったところと向き合うんです。辛い。もう自分の落ちたという現実に塩を塗り込むような行為なんですけども、まあでも。 それままずやりましたで私自身の結論としてはあのまあそれぞれ事例ごとの解き方そのものが確立できてなかったのと、まあ、ふわふわしてたんですよね今思えばあとは勉強法という観点からいったときに過去問を一周しかしてなかったんですうんさらっと見てうん分かった気になってたとでじゃあ2年目どうやって勉強していくかって考えたときに 1>, 1年目と同じ勉強の仕方をしたら同じ結果が待ってる。ですよね。ということは2年目は1年目の失敗を踏まえてじゃあどうするか違ったことをやらなければ違った結果は得られないじゃないですか。なので私はあので過去問の予見文を全て写経したりとかね。 <laughs> あの今思えばそこまでしなくてもいいと思いますけども、うん、とか本当にいろんなことを音読したりだとかあとはもうあらゆる受験校の模範解答を集めてでそれも全部写経してでその違いを全部分析したりだとかまあまあいろんなことをやりましたけどもあの2年目私は結局うんと過去問と向き合ったのとあとレックとあと他社の。 あのー、模試を受けたぐらいです。本当に。だから一年目は九十六事例ぐらい解いたんですよ。二年目は純粋に。あの事例だけの数でいくと、本当二十事例から二十四事例ぐらいしかやってないんじゃないですかね。もう過去問、当時私の時って過去問がえー、っと十三十四十五。四年分しかなかったので。だからもうその四四十六、十六年分のもう全部覚えちゃいました。 ぐらいやり込んでやりり込込んんでで今だったら本当に平成13年からもう令和元年まで19年分ありますのでねまあまああのもうそれだけでもう十分だと思うんですよ。ただとはいえあ,のあまり古すぎる過去問をやっても今でしたらまあ大体平成20年以降かなとリベンジ図るのであれば平成20年以降の まあ,10年分まあだから22年ぐらいからかなをおマスターするぐらいのつもりで十分だと思います。はいまあ、傾向も、まあ、ちょっとずつ変わってるのもあるのでね。で、えー、過去問をしっかりやるっていうのとであとは、まあ、ペースメイキング的に受験校を選ぶというのを、まあ、あのおすすめしますよと。で実際にじゃあこの自己分析の話に戻るけれども。 自己分析をする際の指針としてこういったものが12月21日に新宿エルタワーで黒川先生による再現答案の分析をかけますとでこれはどういうことかというとレックにですねあの答案を、まあ、多数の受験生の皆さん投稿してくれてるんですけれどもその ABCD 分析を踏まえてですねで それぞれのまああの何、ー、て言うのかな、まあ、分け目になったポイントになったとこはどこかとかねそういったところを黒川先生の分析でお伝えしていいくととうことですですので皆さん自身も、あのーまあ、はがきでね ABCD 評価来たと思うんです。でなぜ自分がじゃあ A なのかなぜ自分が B なのかで C なのか D なのかというのを まあししっっっっかりさきき言ったように向き合ってほいんですねで A 評価ってことは60点以上取れたってことなので多分同じやり方で OK です。ただ来年も A 評価が取れるとところが B 評価ってのは50点から59点までということだからじゃあなぜ50点から59点なのかっていう、まあ、大体 B 評価 C 評価の人が多いんですけれどもで C 評価になると40点から49点。 ということは、もう半分以上点数を失ってるわけです。51点以上半分失うっていうのは相当なことですよね。だから51点以上失ってしまった。っていうのはなぜなのか？っていうのを向き合わないと、また同じミスをする。そういった意味で。じゃあどこがこうま。合否を分けるポイントだったのか？みたいなものを。まさにこのレポートで、えー 根拠分析してくれると思うのでこれ中継もありますので是非これはあのアクセスしてみていただきたいなと思います。でその日にあの小学生バックアップ試験みたいなものもあるのであのついでにこれなんかも受けていただくと、まあ、レック受講される際にですね割引も効きますのでまあまあそこは一つ、はいえー、検討してみてください。でまあ、一応あの レックのおすすめっていうのがこの上級コースとかありますけれどもどれを選ぶかっていうのはまさにあの自己分析が先だから自己分析をしないでいきなりまあコースを取るというよりもまあ,まあこれ取れば問題ないんだけど結論から言うとただじゃあ取ったから安心ではなくて結局このじゃあ講座を取ってどう勉強するか何を学ぶかが大事なんですよね。例えば あのー、今年のまあ一次試験は、まあ、ある意味簡単だったって言われてるじゃないですか、うん、で合格率30%だったからねで、まあ、たまたま受かったって人も言い方悪いけどいますよと、うん、たまたま,まあ合格できましたとただ正直言って、えー、二次に対応できる例えばこう知識面とかねそういったところではなかなかこう,うまく、えー、解釈できてなかったとかね あのまあ、そういったところも含めてそういう意味でちょっと私の宣伝になっちゃうんですけども、えっと、こういった二次試験対策道場ということで1.5次知識マスター道場っていうのをちょっと企画しました。でこれはあのまさにあの二次試験で使う,こう知識を1.5次知識と。 で一時受かっただけではですねなかなか二時に対応できないということでどうそれを使うのかどんな場面でどう生かすのかっていうのを生講義は年内なんですけども、えっと、12月28日なんですけどこれもあのウェブとかで、えっと、1月28日以降にですねあ配信あ発送日が28日なのでまあ少なくとも1月下旬から2月の頭には はいえー、と収録したものを皆さんにお届けできると思いますなので、まあ、一応あの知識がちょっと弱いなとか不安だなっていう人はこちらをぜひこれはマスターアイテムで、えー、確認していただければなと、まあ、思いますだいずれにせよまずやるべきはまとめますとまずもう12月は本当にこう心身ともに、えー、リフレッシュリラックスしていただき、ね、ネガティブな感情を捨てて。 で初めてよしじゃあ改めて2020年合格するぞとでそのためにはじゃあ自分の至らなかった部分と向き合うとでしっかりとじゃあ知識が不足してた計算力がダメだったそもそも80分で、えー、答案を書き上げるスピードがなかったとか、まあ、いろんな課題が出てくると思います。それぞれに対して、まあ、こちらの講座 上級コースというのはまあ対応してますのでまあ計算であったりだとかねベーシック的な知識であったりだとかまあいろいろで全国模試なんかもパッケージになってますのでこちらの上級合格コースがおすすめですただ場合によってはまあ実は今年2回目の受験で来年また1時からやらなきゃいけないという方もいるかもしれませんそういう方であればこちらのまあ1時 がパッケージになったものもありますので、まあ、いずれにせよそのどちらを選ぶかっていうのはもう皆さんの状況次第大事なのは結局弱みをしっかりとこうカバーする強化するとそのこう勉強法をね早く確立することですですのであの、まあ、先ほど冒頭言ったようにあの自分が1年目足りなかった部分とか 1>, 1年目至らなかった部分をしっかり見つめ直すこと、これがスタート地点です。で私の場合は過去問を全然やってなかったので、じゃあ過去問をしっかりやりましょうとやり方を変えたら当然違った合格という結果がね、えー、手に入ったというそれだけの話なのでやることはもうあのシンプルですね。だら今年の自分を振り返り来年どうしていくのかっていうのをしっかりこうまあ12月1月あたりで自分と向き合えばいいと思います。 ただあの来年はオリンピックイヤーで一次試験が7 7月月なんですすよね7月中旬だと思いますで何が起きるかっていうと従来は8月から10月の2ヶ月だったのが、まあ、大体2ヶ月半ぐらい2次試験、まあ、3ヶ月弱ですよね2、えー、次試験のまあ勉強期間が延びるわけですよ。 当然来年から参入してくる受験生もいるわけなので来年初めて7月にね一時受けて受かりましたとそういう人なんかは3か月近く二次試験の勉強できるわけですだから例年よりも当然こ来年っていうのはまあ厳しくなるしかも今年まあ5,000人悔しい思いをしてますので。 少なくともその半分以上の方は受けるの間違いないのでねだいずれにせよ、あのー、もうやるかやらないか腹をくくってで自分の足りないところを埋めていくとでそのために何をすべきなのかでレックとしては講座は用意してますのでそれをぜひ選んでいただきそこで自分の足りなかったパーツをね埋めていただければなと思います。はいまあ、本当にあのー 今は何,も何言っても頭に入らないと思うし悔しい気持ちでねえいらっしゃると思いますがまあでもあの時間がね経てばそれが自分のモチベーションに変わっていくのでだから今日またはこの見ている皆さんね画面の前の皆さんえ12月6日の悔しい思いを忘れずにねぜひ非リベンジを図って。 で診断士合格を手にしていいたただきたいなと、まあ、そのためにレック講師陣ね、えーまあ、講座その他で皆さんを全力でサポートいたしますので。はい、というわけで、まあ、あの今日半分は私の思い出話だったんですけれどもあのぜひ皆さんも悔しい思いを乗り越えてあの合格の栄冠をつかんでほしいなとで、まあ、受かった方は本当におめでとうございました口述頑張ってねと余裕ですから、はい、ちゃんと準備しとけば大丈夫。なのでぜひ えー、悔しい思いした皆さんね来年この口述のドキドキ感をぜひ味わえるように頑張りましょうよ。はいまあ、そういった形で、えー、簡単ではありますがですね、えー、合格発表を受けてレックから緊急提言ということで、まあ、この2次上級コースやマスター道場のご案内になりましたけども、まあ、レックのウェブサイトでさまざまな情報を提供してますのでそちらぜひご覧ください。はい、というわけで、えー、緊急提言は終わりたいと思います。ごご聴ありがとうございました